二継つぎしってところは知ってるかまあ、ジュリ様はそこの龍ヶ崎っていう地域でリーダーをやってたんだ。今となっちゃ姉さんや妹と一緒にプロミストブラッドの三姉妹なんて決め込んでるけどな。まあ、そのうちこっちにも遊びに来な。手厚く歓迎してやるよ。はぁ、あ この大ジュリが簡単に言うことを聞くなんて思うなよ。話を聞いて欲しけりゃかかってきな。会話ってのはまず、拳を交えるところからだ。いい感じに体が温まってきたこの調子で行くぞこれはやりきったぞ景気よく炭酸でも飲んでスカッとするか やめとけジュリ様の話を聞いても、胸くそが悪くなるだけだっつうの。ジュリ様にとって魔法少女の世界っつうのはリングなんだよ。ムカつく奴をぶっ飛ばしていい。そういうところなんだよ。強いやつは片っ端から倒して、ムカついた時は暴れる。殺伐として世界の方が、 アドレナリンが出て燃えるし、すっきりする。平穏なんて無駄だ。この戦いが終わって生きてたら、どうすっかなぁ。ま、まずは姉さんとの再戦だ。敵のいない世界は、ジュリ様にとって寂しすぎるんだよ。ジュリ様の炎が吠えたがってる。聞こえるだろ 溜め込んだ力の声が <laughs> ちょっとはジュリ様もお我慢強くなっただろうジュリ様が乗り越える相手じゃない以上、弱い奴に興味はねえっつうの。腕っぷしに自信のある奴だけ来い。ウェルダンにしてやるからさ。こっちは、てめえの勝手とは言っても、何人も殺してきてんだ。 その散った奴のためにも炎は消せねえし、落ちるわけにもいかねえ。だから私は自分をジュリ様と呼ぶ虚勢でも最後まで強くあり続けるためにもう来たな早速で悪いけど、格ゲーの練習相手になってもらうぞジュリ様に勝ち越したら、一つ言うことを聞いてやるよ。<laughs> 無、無ねえ。スマホぶん投げるところだった。目覚まし時計だったら完全に投げてたな。つか、アラームじゃなくて、なんかから電話かよ。もうまあ、気が向いたら昼は親父の分まで弁当を作るけど、大抵は勾配でパンだな。うちの学校、 お嬢様ばっかで菓子パンとか余りまくってんだよ。苦労して入った学校だけど、先攻も生徒も平和そうな顔してムカつくんだよな。だから放課後は最高魔女相手にストレスが発散できるからないやー、ジュリ様はご機嫌だ。 こんな時間にガキが迷子になってたんだけど、すぐに親が見つかってさ。こりゃ炭酸で飲み明かすしかないっつーの。なんだよ。もうちょっとゆっくりしてけよ。どうせ暇だろああ、別に寂しいとかじゃないからな。こ、ん、なんか、一人だと、手持ちぶさっただろ よし魔女発見こいつはジュリ様の獲物だから手出しすんなよ邪魔したら魔女と一緒にウェルダンにしてやるからな果てなしのミラーズでコピーを相手にした方が平穏にストレス解消できるわよ。って、姉さんは言うけど違うんだよ。どうせ偽物なんだからさ。 はジまじかこういう気になる終わり方されるとすっげーモヤモヤする。課金したら続きが読めるけど、どうする悩むさすがに親の前じゃ一人称は私だっつうの。 ジュリ様ってのは一つの覚悟みたいなもんだから、魔法少女たちといる時に使うもんなんだよ。人生は目の前の敵を打ち砕いていくこと。ボクシングと仕事で常に戦ってる親父の座右の銘なんだけどさ、ジュリ様もそれを継いでるつもりだ。しゃあこの間の格ゲーの再選といこうぜ 親指が擦り切れるぐらいやり込んできたから、絶対に負けねえぞ負けたらおごりな。<laughs> ジュリ様はいくつもの敵をぶっ潰してきたけど、勉強とゲームだけはそうはいかねえ食らいついても食らいついても、姉さんと妹にかなわねえ親父もまだ30代なんだから、早く再婚でもすりゃあいいのに。 って思うんだけどさ。なんか、考えると、それはそれで、なんかムカつくんだよな。死んだ奴のこととかさ、知ってた奴だったら、ちゃんと覚えてるよ。意外かもしんねえけど、ジュリ様をデカくしてくれた奴らだからさ。みんな、ジュリ様が全部悪いってことは分かってるはずなんだけどな。 こうして慣れ合ってるのが不思議だ。いつか、三時あたりに殺されそうだけどな。大炎上と行きますか。こんがり焼けましたって感じだな。ジュリ様は、まだまだ燃え足りねえな。ウェルダンにされた気分はどうだ めぐんでやるよ人参全然遠慮とかしなくていいからな人参なら好きなだけ取ってくれなんかなら喜んで取ってくれるぞ。キューベイも消えたし、暇になっちまったなジュリ様を受け止められるのは姉さんだけだ。魔法少女の世界ってのは殺しも上等だろ 学校じゃうまくやってるように見せねえとな。うーんくっそ勉強には勝てねえファミレスでおごってやるよ <laughs> 自由にやるよ。蓋を開くとさ、二次の争いってのは。 ジュリ様が原因なんだよな。姉さんも巻き込んだ一人だし、多少は責任も感じてる。けど、魔法少女の世界なら仕方ないだろ。生死の分別をつけてやり合うしかないっつうの。なんだよ魔法少女たちがうじゃうじゃと戦ってるじゃねえかここはジュリ様が乱入して、この力を見せつけてやるとすっかな 消し済みすら残さねえっつーな。ほんと姉さんは上手に馬のやつを隠したよな。